で2012年、はい、19歳でキャプテンに就任、はい、キャプテンをやるっていうことは一つのなんか認められた証みたいな、うん、張監督って遠藤選手にとってどんな存在ですか？いやもう本当恩師というかサッカー選手としてのベースを作り上げてくれた方だと思ってるんで、2014年レッツからオファーあったんですよね。で、まあ、お断りしたと。断ってしまいました。やっぱりもう一回 J1 で湘南で、うん、チャレンジしたいなっていうのが思いがあって、で2010年あの2種登録の選手として J リーグデビューするじゃないですか、はい、これユースと J1 とでなんかレベルの違いとか差みたいなもの感じました？いや感じますね。そもそもそのトップの練習に行った時点で、うん、すごくやっぱりまたさらにユースからレベルが上がってて、うん、本当にその当時はついてくるので精一杯というか、うん、1個の練習でもうめちゃめちゃ毎回毎回きついみたいなでもとにかく必死にこうついていこうみたいな感覚でやってましたね、はい、でもそのユースの時に、まあ、J リーグデビューしたり、まあ、トップチームの練習に参加してたり、はい、した中でも、まあ、2011年に正式に、はい、あのトップチームにこう昇格するわけですよね、うん、これプロ入りが決まった日覚えてますか？覚えてますね。その契約書にサインしたの、うんはいうん、時はトップに上げようと思ってるっていうのをシンプルに強化部の方から、うん、あの言っていただいて、うん、でオファー の提示をしていただきましたね、うんうんうんはい、でクラブハウスで、そうですね、はい、なんか お父さんお母さんには連絡しました？言いましたね、まあ、連絡したというか実家に住んでたんで、うん、あの帰って決まったよっていう話をしました。そうかそうかそうか、はい、どうでした？お父さんお母さんの反応は。母親の方が多分どっちかって喜んでくれてたというか、父親はなんか、うん、あんまりこう自分の感情をすごく表現するタイプじゃないというか無口な、うん、あの父親だったんで、あのそうかおめでとうみたいな、まあ、ここからぐらいな感じだった記憶がありますね、はい、はい、心の中ではすごい多分喜んでくれてたと思うんですけど、あ、はい、いやでもなんかきっとねお父さんいろいろ記憶が蘇ったんじゃないかなって僕は、うんまあね、父親だから余計わかるんじゃないかなと思いますけど、当時はなんかあんまり気にしないのかなとかって思ったりはしてたんですけど、うんうん、でもやっぱり今も毎回毎回多分試合を見てくれてますし、うん、戦術的な話とかも結構してくるんで、なんかすごい見てるというか結構、対等に話してますね。そう、はい、あので2010年に、はいまあ、チームにこう加入した中で J2 に降格するじゃないですか。あそうです、ね、で正式に加入したのが2011年で、はい、J2 スタートですよね。はいはい、これはまあ嫌ではなかったですか？僕にとってはプラスかなと思ってましたね。なんか1年目で試合に出るのってすごく大変なことなんで、うん、だからまあもちろん J1 にいてほしかったっていうのはあるんですけど、うんまあ、J2 でしっかり個人的に試合に出て、うん成長していくっていう出場機会を考えた時には、うん、なんかこう J2 でも良かったのかなと思ってますけど。ちなみに、はい、他からのオファーってあったんですか？いやないですね当時は。なかった？はい、えないですね。普通に湘南てかそういう発想がそもそもなかったっす。そっか、でももう2種登録で試合も出てるし、はい、なのでプロになるならそのまま湘南でっていう感覚でしたね、はい、うーん。でその2011年もう加入してすぐですよね、はい、レギュラーを掴み取って、はい、公式戦38試合、はい、おそうっすね、はい、出場したじゃないですか、うん、もちろん J1 だから J2 だからっていうことじゃないんですけど、はい、なんかそこでこうレギュラーでずっと出続けて学んだことってあります？やっぱりプロの世界でこう1シーズン出続けれたっていうのが、うん、サッカー選手はすごく自信になりましたし、うんまあ、一方でその、まあ、J2 っていう意識もあったんで、じゃあこれが J1 だったらどうなんだろうみたいなことも結構当時考えたりはしてましたよね、うん、で2012年に、はい、もう恩師である張基成監督が、はいうん就任されるじゃないですか、はい、張監督がこう監督になった時はこうどう思いました？だからまあついに張さんが監督やるんだみたいな感覚でした、ねうんはい、なんかそれは自分にとってこうプラスかなとか。うーんそうですね、はい、やっぱりユースの頃やってて僕のこと知ってくれてるんで、うんまあ、コーチでいた時も、まあ、常にコミュニケーションを取ってくれてこまめに話はしたりしてたんで、うん、僕にとってはすごくプラスかなと思ってました、はい、張監督って遠藤選手にとってどんな存在ですか？いやもう本当恩師というかサッカー選手としてのベースを作り上げてくれた方だと思ってるんで、うんそういう意味ではすごくこう厳しいことも
言ってくれたりしますし、うんうん、まあ、本当に1年に1回こうちょっとこう浮かれてるじゃないけど試合に出てることにこう慣れてしまうというか少しこうなんか調子乗ってるとすぐにそれを気づかれて、うん、お前ちょ調子乗るなみたいなことを言ってくださった方だったんで僕もまあそうだなと思いながらこうまたやってったみたいなのがあったんで、はい、感謝してます。実際怖かったっすか？怒ったら怖いですね、うん、まあ、でもその言ってること自体は僕はすごく納得 してたというか理にかなってるというか、うん、そりゃそうだよなっていうことを常に言ってる監督だと思ってたんで、うん、選手のためを本当に思ってそういうことを言ってくださる方だっていう認識で僕はいましたし、うん、自分の成長にもつながってたなっていう感覚はありますけど、うん、で2012年、はい、19歳でキャプテンに就任するじゃないですか、はい、そうですね、正確にゲームキャプテンみたいな感じだったと思うんですよね、うんうん、はい、でも10代でキャプテンやるっていうことにこう戸惑いとかなんかやりにくさみたいなものなかったですか？その当時考えてなかったですね。なんか先輩とかもいっぱいいたけど、うん、俺キャプテンできるんですかみたいな感じで、逆にウェルカム、なんかそうですね、キャプテンやるのが好きだったというか、やっぱ小学校とか中学校、まあ、ユースもそうだったんですけど、うん、ずっとキャプテンをやり続けてきてて、うん、なんかそのキャプテンをやるっていうことは一つのなんか認められた証みたいな、うん、なんかそういうイメージがあって、キャプテンマークを巻いてプレーすること自体はすごく、まあ、なんか好きというかすごく誇らしいなって思ってたんで、うんうん、だからそれを言われた時はすごく嬉しかったですし、うん、まあ、やってみようっていう気持ちになりましたね。こう幼い頃からですね、ずっとキャプテンやってるじゃないですか、はいはい、でこうなんかキャプテンとして意識してることってあります？それは本当ようやく今になってというか、うん、ここ最近ですよね。19歳でやってた時とかただここ巻いても先頭で入場することだけにこう意識してたみたいな感覚だったんで、まあ、ようやく今こうチームでキャプテンとかやるようになってからなんかこう、うん、チームマネジメントじゃないですけど、うん、その若い選手たちがどうやったらこうプレーしやすい環境を作ってあげれるのかなとか、うん、なんかそういうことはようやく考えるようにはなったりしてますけどね。まあ、逆にね、若い頃はどうやったらベテランの選手が気持ちよくプレーしてもらえるんだろうっていう全然考えてなかったですねなんか結構先輩とかにも言われて言い返したりしてたんで、うんうん、ベテランの選手と口喧嘩したりもしてましたそういう意味ではまあ良かったのかもしれないというか、うん、ちょっとこう、うん、言いたいことをちゃんと言ってましたね、はい、結構じゃあこうぶつかるっていうか、うん、意見はしっかり言う方。そうですね、サッカーに関してはすごく多分、まあ、真面目だったというか、うん、なんか自分の思いをちゃんとこう伝えなきゃなみたいなのは常に、うん、思ったりは してましたね、うん、年齢は関係ないっていうのをやっぱりプロになってからまあ、ソリさんだったり張さんだったり、うんうん、他の指導者の方には言ってくださってたんで、そこはこうあんまり気にしすぎるというか、うん、気を使いすぎずにやっぱやんなきゃいけないんだなっていうのはプロに入ってからすごく感じてましたね。で2012シーズン、はい、自身はディフェンダーでプレーしながら7得点で最終節で、逆転して J1 昇格に貢献したと、うん、これ J1 昇格決まった時どうでした？その時僕試合出てないんじゃないかな、確かアンダー19、うん、飛び級でそのワールドユースの予選みたいなのがあって、うんうんうん、昇格したタイミングで代表の遠征先にいて、うん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 、じゃあそれは連絡が来て、あ試合見てて、うんうんうん、はい、で決まって喜んでその次僕が試合で、うんうん、ワールドユースに行けずに帰るみたいな、うん、のがあってあ、そんなことが、はい、まあ、7得点したのは PK キッカーだったのもあって、あ、え、張さんが指名してくれてて、うん、ソリさんと張さんは結構 PK キッカーを指名するんですけど、うん、自信あった PK、 まあ、練習は毎回やってたんで、うん、自信持って蹴るだけだなみたいな感じで、なんか張さんから聞いたのは、うん、その外した後にメンタル的にその試合に影響が出ないようなやつを選んでるみたいなことを言ってて、で多分僕は多分あいつ外しても気にしないと思われてて実際に外しても気にしあんまり、はい、気にしなかったですね、確かに。で、J1 に復帰した2013年、これ夏に3バックの中央から右の、うん、ディフェンダーストッパーというか、はい、コンバートされるわけですよね、
これは何か感じることありました？真ん中から右に行くっていう。これも調査に言われて、うん、で真ん中はもう要するにベテランになってからもできると。だから右で使ってもっとこう攻撃に参加するプレーだったりとか、そういうプレーをやっぱり増やして、うん、もっといろんな渡るの可能性を、うん、引き出させてあげたいというか、見つけてほしいみたいなことを言われて、僕もまあ新たなチャレンジということでやってみますっていうので右に矢をやるようになったんです。その当時のあの湘南のサッカーって、はい、スリーバックのサイドの、はい、サイドっていうかストッパーの選手たち、はい、めちゃ上がるじゃないですか。めっちゃ上がってましたね、はい、これすごいやりづらかった記憶があるんですけど、はいはい、そこにやっぱきっと攻撃的な部分のセンスの張さんはチームとしても必要だったんだろうし、うんうん、はい、そのためのコンバットだったかもしれないですね。あ、そうですね。僕もプレーは、まあ、良くなったというか、よりこう躍動感というか前に出てくプレーみたいなのが少しずつこう増えていった感じでした。うん、真ん中だとね、そんなにこうガンガン上がるっていうね。どっちかというともう後ろコントロールして、うん、リスクマネジメントして、うん、みたいな感じなんで、うん、若い時にそれをやり続けてなんか落ち着いてほしくないみたいなことを言ってくれたんで、あ、はい、で、あの13年、はい、チームは1年で J2 にこう降格してしまうと。で、この時は何か感じることありました？やっぱり J1 のその実力を見せつけられたシーズンで、うん、個人的にはちょっと半年ぐらい怪我で出れなかったんですけど、でも試合は出たけどなかなかこうやっぱり結果も出なくて、うんうん、悔しいシーズンではありましたね。原口元気とか、まあ、今湘南にいる山田とかって、はい、年齢は元気くんは1個上です。遠藤選手は1個下なんだ。はい、直樹くんはもう1つ、山田直樹はもう1つ上だ、はい、でその2人がこの若い選手、はい、すげえんだよっていうのを、はい、ロッカールームで言ってた記憶があるんですよ。あ、本当ですか。うん、この遠藤っていう選手は、はい、マジでやばいです。マジですか。こいつは絶対日本代表になりますよっていうことを2人が言ってて、だから2013年だと思う。あ、本当ですか。結構バケモンなんすよ19歳でみたいなっていう記憶があって、その時に初めて、はい、多分僕はこう意識したっていうか、あ、そうなんですね。あ、そんな選手いるんだ。あ、すごい嬉しいですね。2014年、はい、まあ、これはもう圧倒的な強さ、もう史上最速で J1 昇格決めるじゃないですか、はい、まあ、その時初の J2 優勝して勝ち点が100超えてて、はい、失点が25、うん、そうですね。これ超大勢に変わって3年目、はい、何が変わったんですか。それはなんかそこでようやくその張さんがずっと積み上げてきたものがすごくチームとして形になってった年だったかなっていう感覚があって、本当に湘南スタイルと言われるようなものが少しずつこう張さんが監督やるようになって、こう認知されるようになって、で J1 でチャレンジしたけどちょっとこううまくいかずに落ちてしまった。でももう一回じゃあそれを続けてやっていこうっていうので、やっぱ J2 だと本当にしっかり結果を残せたっていうシーズンだったんで、うん、なのでやり続けたことがそのまま結果として現れたっていう、そういうシーズンでしたね。あ、じゃあとにかくやることを変えないで、うん、ずっとやってそれが積み重なっていって、うん、そうですね。まあ、時間かかったけど、はい、すごく選手にも浸透していって、うん、まあ、もちろんそういう微調整はいろいろね、ありますけど、うん、そういう感覚でしたね。はい、張さんのミーティング面白いんでしょ。あ、面白いですよ、はい、なんかめちゃくちゃ海外のチームのビデオ見たりとか、ね、はい、当時ブンデスリーガ、うん、ドルトムントの映像とか、それこそ香川真司さんがいて、うん、見たりとか。じゃあゲーゲンプレス言った。あ、そうですね、言ってましたね超プレスだってこれをしなきゃいけないっていうのはその当時から結構やっぱクロップが監督でそういうことをやってたんで、もうこれを自分たちもやらなきゃいけないみたいなことは言ってましたね。でもそう考えると張さんのサッカーって、はい、いち早くトレンドを取り入れてたスタイルですよね。そうだと思いますね。でこれは例えば湘南だからこういうサッカーやらなきゃいけないっていうわけじゃなくて、はい、日本のサッカー界は、はい、もしかしたらみんなそういったものを強度高く真似しててもよかったかもしれないですよね。あ、それは思いますね、確かに、うん、まあ、だからこそ、まあ、湘南はそこで結果を残せたのかもしれないですし、うん、張さんすごく海外サッカー好きで見る方で、特にブンデスの試合とかはすごい好きで、うん、見てるんで、そういうのに関してはすごく敏感ではありましたね、はい、でその2014年レッツからオファーあったんですよね。上がった年ですね、はい、はい、ありましたね。あったんですよね。ありました。
すみません。でもお断りしたと。断ってしまいました。これはなんでですか。やっぱりもう一回 J1 で湘南で、うん、チャレンジしたいなっていうのが思いがあって、うんうんうん、まあ移籍してそこからまたポジション争いするよりも今湘南で試合に出続けれてるんで、まあ、もう一回試合に1年間通してしっかり試合に出て、うん、あの湘南で結果を残したいなっていう思いがあって、あの残ることにしました。で2015年、はい、まあ、7月、はい、これ東アジアカップ日本代表、まあ、A 代表に初選出、初めての A 代表どうでした。すごく嬉しかったのと、うん、本当についに A 代表に入れたのかみたいな思いがあったんで、うん、もうなんか感慨深かったし、まあ、またそこが一つのなんていうんですかね、あのスタートラインというか、うん、なんかそういう感覚でいたのを覚えてますね、うん、はい。で、あの2015年のシーズン終了後、はい、まあ、私が引退した年ですね。あ、そうですね。ありがとうございます。浦和レッズに移籍することを、はい、発表するじゃないですか、はい、オリンピックの代表のことで聞きたいんですけど、うん、はい、クラブで3バックディフェンダーやりながら代表だとボランチでやるっていうところ でボランチとしての一つの壁に当たったというか、うん、ロシアワールドカップの話をしたいんですけど、試合的には何試合、いや1試合も出てないです。なんか感じたことありますよね。悔しさはありましたし、やっぱ自分は海外に行かなきゃいけないなみたいなのをすごく感じた瞬間がありました。